こんばんは、かっけんです。本日は検証動画ではなく実際の試合であったスーパープレーをウィーレで自分が完全再現していきたいと思います。今回行う再現が映像の方が使うことができないので、激坂の本チャンネルでスパイクマイスター光栄さんという、もうスパイクのことなら何でも知っている方が実際にそのスーパープレイを再現したので、まずはそちらの方を見ていきたいと思います。ではどうぞ。はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの光栄です。今回はですね、あのワールドカップベストゴールを再現していきたいと思います。うぇー、おー、やはははい、というわけで2018年のフランス対アルゼンチンの試合でパバール選手がスーパーボレーを決めて、でベストゴールに選ばれたゴールシーンなんですけど、こちらをね、ウィーレで実際に自分が再現していきたいと思います。まずはフリートレーニングでね、実際にできるのかどうかっていうのをね、試していきたいと思います。左サイドから来たボールを、近い方だと左足で蹴ってしまうことになるんですけど、それを我慢して右足で蹴らないといけないので、ウィーレ上では、なんでそれが実際にできるのかどうかっていうところもちょっとわからないので、まずは試しにフリートレーニングモードでやっていきたいと思います。よし、まずはパバールに、じゃあリュカにボールを当てて、でここからあれだね、一個上げしてみよう。そしたらパパール来るかな、そっちか、行くのかなこれで。お、いい感じ。あー、惜しい。いやでもボレーじゃないな今の。ちょこの4番邪魔。お、いいんじゃない、やっぱ左出ちゃうよね、しかも遠いな今の。一回能力の方を変えていきたいと思います。多分シュート系の能力ないから変えれば多少良くなると思うので、ちょっと変えます。魔界蔵パバールの完成ですね。お、ああ、ちょ、今のリプレイで、実際の試合っぽくない、あの流れ方。多分ね、 YouTube 上であのフルマッチは載ってると思うんで、60分ぐらいかな確か。実際っぽいよこれ、ここ触れなくて、触れなくて、いや当たってんか、お、っぽいっぽくないこれ。いやでもゲージマックス割と強めに打ってるけどな、浮かないんだよなこれ。多分ここはアドバンスで決めないといけないと思うんですよね。でもいい感じ、ちょっと1個の形にはなった気がする。これがちょっとねこうなっちゃったけど、これって低いんかな、低かったらライジング入れれば上がるのかなボールが。これをちょっと試していきたいと思います。ボレー、おお、いやでも多分低いな、多分軌道は低い。そしてこれの時点でちょっとおかしいから、個人的には
70点ぐらいの出来かな。多分そのかそんな感じだと思う。待って左で、ああ右か。おお、まあ低いな。低いね。低いなボール。くそ。まあ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 、これ違うもんな。左かよ。ドライブやんけ。左かよ。右だったらな、まだワンチャン。まあ今のところ一番いいゴールシーンがこれですかね。はい、まあ結構試合数もやって日にちも重ねたんですけど、やっぱりあのパワーアールのゴールっていうのは自分にとってはちょっと難しかったです。やっぱアドバンスシュート結構練習しないと、ああいう軌道のゴールはちょっと生まれなかったので、ハイライトでそれっぽくうまく編集したものを見せたいと思います。まあ、自分の編集の努力の結果がこれだっていうのを皆さんにお見せできればいいのかなというふうに思います。ではどうぞ。はい、というわけで実際に自分がいくつかのシーンを集めて編集をしてあの結果になりました。まあ、やっぱり動画を見る冒頭でも言ったんですけど、そのアドバンスシュートを使いこなしてる人でワンチャンいけるかどうかなので、まあ自分は本作初めて使ったのでちょっと難しかったですね。まあでもこういう企画は結構検証結果とはちょっと違った楽しみがあるので、まあ引き続き何かコメントがあればやっていきたいと思います。なのでこの動画を気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、グッドボタン、またコメント欄の方でこの再現が似てるかどうか、まあ、そしてもしやってほしい名場面とかがあったら、まあ、ちょっと1週間でできるか分かりませんけど、引き続きやっていきたいと思います。というわけで今回は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。